rediff.com は1996年に開設されたインドのニュース、情報、エンターテインメント、ショッピングサイト。本社はムンバイにあり、バンガロール、ニューデリー、ニューヨークに支社が置かれている。アレクサインターネットによると、同サイトは2019年において33番目に大きなインドのウェブポータルであり、300人以上の社員がいる。 閲覧者の大半はインドからであり、インド以外の閲覧者はアメリカ合衆国と日本が多数を占めている。1996年にインドで開設された。開設当初は電子メールサービス、レディフメールとショッピングサービス、レディフショッピングが存在した。2001年に米国予託証券の株式公開に関連して1933年証券法に、 違反していると報じられた。この問題は2009年に和解が成立している。2001年4月にインディアアブロードを買収した。2007年にマルチメディアプラットフォームのレディフイシャレが新たに開設され、2010年にはモバイル向けの電子、メールサービス、レディファメール NG が開設された。2012年にアンドロイドアプリ用のレディフニュースを開設している。 2016年4月には財務状況を考慮し、ナスダックからの上場廃止を決定した。ありがとうございます。